こんにちは、速稼塾の久保です。今回の思い出迷子は YouTube をね、なんとなく見ていたらとんでもないものを見つけてしまったんで、そちらの方でね、本当に思い出迷子をしようかと思います。皆さんはね、杉山清隆とオメガドライブっていう、こういう風なね、グループ知ってますかね。君は 1000% じゃないですよ。あれは1986オメガトライブですからね。で、オメガトライブっていうのは、これオメガドライブっていう風にね、間違えちゃう、そんなこともありましたけども、私が小学校6年生ぐらいの時かな、サイレンスがいっぱいっていうね、ムーディーな曲と、二人の夏物語。これがね、両方ダブルでヒットしたのを覚えてますね。そしてそれからすぐに私も、杉山清隆という方のね、ラジオ番組を聞くようになって、それから中学生活は、まあ、杉山清隆の曲を口ずみながら暮らすようになったわけですけどもね。で、その杉山清隆とオメガトライブ、杉山清隆さんがソロデビューするのと同時に、オメガトライブとカルロス・トシキさんという方がね、ブラジルからやってきて、日系ブラジル人の方が急に歌い出したっていうところがあります。当時21歳だったそうです。思い出迷子はここから始まるんですけども、このカルロス・トシキさんとオメガトライブが合体して、当初1986オメガトライブというので再スタートしました。で、2年ほど経って1988年かな、この頃に、もう1986ってのも古いから、1988、もう2年経ってるからさ、今度はカルロス・トシキ&オメガトライブで再デビューしようよってことで再スタートしたんですよね。その時の最初のシングルが君は 1000% っていうね、とても爽やかなサマーソングでヒットしました。で、それからスーパーチャンスっていうのを立て続けに出して、これもヒットしたんですよ。で、3曲目なんですけども、コズミックラブっていうね、ちょっとね、こうドラムとベースがいないシンセの打ち込みを中心にした、当時新感覚だったニューミュージックみたいなね、そんなジャンルだったと思いますけども、そういう風な方針転換をして、これまたね、新しいということでブレイクしたんですよ。さあ、その人気絶頂期にですね、思い出迷子が始まります。次のね、4枚目のシングルがレイコって言うんですけども、この辺からちょっと画面出しますよ。これはびっくりしますよ。これです。どうですか？これ、カルロス・トシキ&オメガトライブの慣れの果てですよ。人気絶頂で立て続けに3枚の、もう、トップシングルを出した、ミリオンセラーを出した後に、これですよ。何ですか、これは。なんかマイケル・ジャクソンの慣れの果てみたいなのが出てきましたよね。中心にいる赤いジャケットを着てる人、この人はカルロス・トシキ&オメガトライブで、バックで、歌われてた方だったと思いますけども、ここまではね、全然目立たない人だったんですよ。なぜか4枚目カルロス・トシキさんがちょっと左側の方で楽器持ってますね、黄色い矢印です。ここに鎮座してメインで歌うのがこの人みたいになっちゃったんですよね。で、これが知名度になって、それまでのヒット曲で積み重ねてきた資産を全部失って、ついにこの後レコードが出せないような状態になってしまったんですよね。さあ、その動画そのものはどんな曲だったかっていうのはリンクをつけておきますので、ご覧いただきたいと思いますけども、こんな悲惨な状況で、杉山清隆&オメガトライブ、1986オメガトライブ、カルロス・トシキ&オメガトライブ、バブルを駆け抜けたあの爽やかなバンドはなくなっていきました。現在カルロス・トシキさんはブラジルに戻り、飲食店を経営されているということですけども、このコロナ禍でちょっと厳しい状態に陥ったんではないかなと。まさに思い出迷子。ね、栄枯盛衰。おごれるものは久しからず。別におごってたわけではないと思いますけども、ヒット曲はあれほどね、飛ばして私たちの心に、私たち昭和世代の心に刻みつけていただいた、オメガトライブというね、その歴史っていうのは、こうやって一人のよくわかんない、曲によってですね、これ藤田さんっていうプロデューサーがね、ちょっとやっちゃったのかもしれませんけども、その詳しい内容はですね、さらにリンクをつけておきますので、そちらまでご覧ください。これはね、ほんと迷子ですよ。はい、もう私がグダグダ話すよりもそちらの方のリンク2本見ていただいた方がいいと思います。最後にはビートたけしさんもその動画リンクの中でこう言ってます。とんでもないバンドが出てきちゃいました。出てきたんですけど、すぐにいなくなりました。ちょっと寂しいような、懐かしいような、そんな思い出迷子でした。それでは。